まあ、要は NHK に対する刑事告発に関しては不起訴処分にしますって先届きました。要は公務員が犯罪を見つけたら告発する義務があるって書いてあるんですよ。なぜその義務を果たさないのかっていう質問に対して NHK がわざとやったわけじゃないか、なんかもう法律完全に無視ですよ。政治家辞めたいなと思いました。これでは通知が来ました。先ほど処分通知書、告発人たる立花隆の浜田聡の東京地方検察庁、まあ、要は NHK に対する刑事告発に関しては不起訴処分にしますって先届きました。なんか早くないですか、っていうか、まあ、早いもそうだけど調べたんかと。ガーシーが質問をした質問主意書、日本放送協会郵便法違反に関する質問に関して回答来ました。岸田総理からピンクで塗ってますが範囲がないから、いわゆる故意か過失で言えば故意じゃないから、内閣としては郵便法違反について検察に、いわゆる支局には被害届出さないという回答をしてきてるんですね。なんかもう法律完全に無視ですよ。刑事訴訟法の239条第2項には、要は公務員が犯罪を見つけたら告発する義務があるって書いてあるんですよ。なぜその義務を果たさないのかという質問に対して NHK がわざとやったわけじゃないから、この犯罪、郵便法違反に関しては故意過失関係ないんで、しかも犯罪によって得た額が10億円ぐらいって言われてる非常に金額の大きいものですから、内閣と検察のこの不起訴処分って見てると、まあガーシーが帰ってきたくないっていうのもちょっと驚きましたよ。法律通り動いてないぞ。これもちろん両方とも行政ですから、検察庁も内閣総理大臣もね、行政ですから、もちろんこの後検察審査会にも出しますし、場合によってはこれ司法の場で問おうとは思ってます。もちろん国家賠償にも問えるもんだと思いますよ。勝手にね、総務省が騙されてもいるのに、最初 NHK から騙されてこれは犯罪じゃないって国会で言った後に訂正もせずに総務省が指導してる、行政指導してるっていうのは案件なんで、本当恐ろしいですよね。ちょっとね、背筋が凍る思いです。法律を知ってれば知ってるほど怖いですよ、これ。このような行政の暴走は明らかですから、もうね、僕もちょっとこの2つの書類が今日届いて、なんかもう政治家辞めたいなと思いました。怖くて。だからそら僕のような覚悟を決めてる人間すら怖いと思うぐらいだから、まあ僕はガーシーにお願いしたわけでね、そんなわけのわからんルールが通らないわけですよ。処分しないわけですからね。恐ろしいっていうのが、これ会見の10分ぐらい前に届いたので、ちょっと驚いています。だからあまり国家権力に逆らうっていうのは怖いんだろうな、まあ怖いことであるなっていうのはすごく今も感じますが、もちろんやめることはないです、やりますけどね、はい、ちょっと そんな感じですごく日々目まぐるしく動いてるって感じです。検察の件なんですけど、これ本当にひどいなと思って、これはさすがに、ね、なんかしゃべると思ったんですけど、いやもう、いやこれ本当受信料払わない一番の理由でいいんじゃないんですかね、これ本当思いますけど。10億ぐらいのお金どこ行くの。日本郵便がそれこそ訴えるような内容じゃないですか。10億円とか利益取れたものを取れてないわけですよねでも日本郵便は今度 NHK から特別宛所郵便を1通234円でもらえるから、もっと儲かるからっていう流れですよね。だから日本郵便としたら NHK を多分民事で訴えないっていうことになるんですよね。恐ろしいですよね、これ。先ほど検察審査会にっていうふうなことを言ってましたけども、はい、今小木津さんがやってるような、これは嘆願書とかもやる NHK 党としてやるようやったりしたらいいのかなというふうに思うんですけど、国民の声が NHK 党だけやってるとあれですけど、国民の声が届けばさすがに動くんではないかなと。ただ NHK 立花さんが警察審査会にってやっただけだったら同じく今までと同じに無視されるのかなと思うんですけど。いい質問ですね、それも。だから政治家女子48とやってるんですよ。嘆願書でっていうレベルじゃなくて、政治のことあんまり詳しくない人を今から我が党に関心持ってもらうための準備として政治家女子48党っていうのをゆっくり進めてっていうのはそういうことです。今ここで嘆願書にサインしてもらう人って政治に関心のある人になるんで、
そういうことじゃなくて、これがどっかで今後の日本でおかしいな判断だっていうこと、国民気づく時が来るはずなんですよ。その時にこれまで政治に行かなかった、選挙に行かなかった人たちを今のうちに我々は、まあ、取り込むって言われたんですけど、政治からアプローチすると怖いです。選挙とかからアプローチすると、だからアイドルとかそういうところから有権者にアプローチしていくっていう、その戦略を取ってますので、まあ、ちょっと時間かけてやらせてください。要するに国家権力全部と手を結んでいるということを分かったと言ってるわけですか、はっきり言って。そこまでの自覚があるかどうかは別にしても、少なくとも三木谷さんのことを言った、まあ、ガーシー自身ももともと M 社長と言ったわけですよね。あの去年の6月の27か6ですよね、選挙中です。 M 社長がウクライナの女の子を集めていわゆるみだらなパーティーをしてたと。でその M 社長としか言ってないのに、急に三木谷さんがお前ハエナかとか、ドバイに逃げて何を言ってるんだみたいなツイッターを浴びせたから、 M 社長は三木谷さんだっていうことが、まあ、自分でゲロっちゃったんですよね、あれ。でそこは三木谷さんからすると口止め料も払ってるから、それを何言ってんのお前ハエナかっていう気持ちもわからなくはないんですよね。口止め料払ったのか払ってないのかも含めて取材に行かなきゃいけないでしょ、 NHK が。それはそうでしょ、国会議員がその三木谷さんのことについて違法行為してますと、いわゆる少女に対しての改心をしてますと、であれば NHK としては三木谷さんに取材に行って否定のコメントを取ってくればいいわけでしょ。明らかに民放はできないニュースじゃないですか。巨大スポンサーの代表者がそういう違法な疑いがかけられてる、それこそ NHK の仕事じゃないですか。それをやりもせずに受信料を払ってくれっていうのが問題なわけでね、ガーシーはそこまでは分かってないと思います。三木谷さんが木原誠二さんと現当社の健常さんとかね紹介してるとかっていうようなところもあって、大金持ちの人と政治家が仲良くしてるっていうのは皆さん周知の事実でしょうし、もちろんそこに芸能プロダクションが入って芸能人が来てですね、その政治家のパーティー盛り上げたりしてるのもこれまた事実なので、多くの皆さんは芸能人のゴシップネタと言うけども、芸能人やスポーツ界の人が会いたい有名人と政治家と金持ちは密接につながってるのはもう明らかなので、それを有権者にもっと理解していただく努力をこれからもしていかなきゃいけないなと思ってますけど、だから三木谷さんはもうまさに最たる象徴みたいな人ですから、そこはまあ戦っていくっていうか、できれば三木谷さんとお話したいですけどね僕は。 NHK を